やりすぎたんじゃない？大丈夫だって。すごい、まるでクリスマスツリーみたいだ。やりすぎ感は否めないけどね。どこが？よし、じゃあ巻き込まれる前に脱出しよう。がおかしい。さっさとここから離れるぞ。何焦ってんのよ。別にもう少しここに残ってピクニックとしゃれ込んだって構わないでしょ。言ってる場合じゃねえ。次のを食らったら。ジョニー、ジョニー、たく、なんとか無事だ。ああ大丈夫だ、大丈夫。なんてことない。こんなもん、とにかくとっととずらかるぞ。完璧とはいかなかったけど、まずまずの出来だね。起爆装置は壊れてない？うん、大丈夫。信号もちゃんと受信できてるみたい。行きましょう。私たちまでパルスに巻き込まれちゃ元も子もない。あの崖まで行けばアンテナを全て見渡せるはず。あそこで待機しよう。分かった。はい。いかにも起爆装置って感じのボタンね。押すタイミングは？大丈夫、こっちで見張ってるから。私が合図をしたらパルスを放出させて。そうしたらハエみたいに落ちるはず。それはそうと。何？私たちはこれからカンタオのバカ高い AV を墜落させるわけだけど、今どんな気分？チャンスは1回だけ。失敗は許されないね。大丈夫、最後まできっちりやり遂げるから。気づいたんだけど。何？ここは静かね。街の騒音や人の話し声、匂いすら何もない。久しぶりに本当の静寂を感じる。うん？でも匂いはするでしょ。コヨーテの獣臭、嫌でも気づく。あんたの車の芳香剤かと思ってた。ふんうるさいよ。 AV に集中した方がいい。見逃さないようにね。来た、パシフィカの方から。よし、準備はいい？来い来い、今だ。ドカン、一丁上がりね。あれ、なんで？やった。バナム、エンジンがまだ動いてる。このままじゃ逃げられちゃう。逃がすもんか。早く追いかけないと。私に任せて。バナム、何してるのよ。大成功ね。よし、行こう。やった。今のを食らって飛び続けるのは無理でしょ。ええ、きっと落ちてくるはず。確認したか？オーバー、正体不明の AV、 高度が下がってる。エッチ、出るか？スコーピオン、なんであいつが。発電機の調整はもう終わる。追跡しろ、俺もすぐに行く。ミッチ、バッテリーの問題だ。スコーピオン、パナムだ。その AV には近づくな。繰り返す、 AV に近づくな。今向かってる。先にパーティーを始めてるぜ。カンタオの AV なんだって。私が行くまで、いや、とにかく逃げて。きっと製造者がいるか確認するつもりなんだ。相手は企業なのに。パルスの影響でこっちの声は聞こえてない。くそ。レーダーに反応が3つ。ドローン、そう、来るよ。足止めをする気だ。そうはさせるか。ミッチとスコーピオンのとこまで行くんだ。敵が迫ってるって。頼む。分かってる。
うまくいったね。パナム、どうしたの？冗談か。ちょっと大丈夫？死にはしない。おい、どこにいるんだ？おい、スコーピオン、それ以上オープンチャンネル使うな。一中にダダ漏れでしょ。聞こえたでしょ。あいつらに何かあったんだ。確かめに行きましょう。墜落現場が見えた。スコーピオンとミッチはいない。古そうだけどいいか。B、 ドローンに接続して周辺をスキャンして状況を確かめないと。わかった。パナムにも映像をつなげる。了解。 B、 もしアルデカルドスがミッチとスコーピオンが連中にやられてたら、私どうしたら。大丈夫、接続完了。始めるよ。カルドスのみんな死んでる。ミッチ生きてたんだ。奴らに捕まってる。大丈夫よ、まだ決まったわけじゃ。ランチャーを配備してる。これじゃ下手に近づけない。無力化できないの？あそこまでたどり着ければね。通信さえ乱れなきゃ二人に警告できたのに。全部私のせいだ。あいつらもあいつらでなんで AV を追いかけたりしたんだ。ミッチがいたってことはスコーピオンも捕まってる可能性が高い。助けに行きましょう。まだ生きてるなら、ね、きっと生きてる。大丈夫よ。あのランチャーがある限り近づけそうにない。よし、こうしましょう。あんたは車に残って。ダメよ、私も行く。あの二人は私の大事な。パナム悪いけどその怪我じゃ何もできないでしょ。車で待ってて。ランチャーは私が何とかするから。でも分かった。でもミッチのライフルがあるから援護くらいはできる。ありがとう。じゃあ行ってくる。やってやる。
開始します。終わったよ。今そっちに行く。援護する。来るな！下がって武器を捨てろ！こいつを撃つぞ！何度も言わせるな！武器を捨てろ！考えて。その人を撃った。大丈夫？かすり傷さ。このお化け野郎、撃たれたのか。待て、すぐに手を出して。なんてことないよ、行こう。逃げることもできなかった。すぐに体勢を立て直してロケット弾を浴びせてきたんだ。みんな死んじまったよ。みんな？スコーピオンはここにいないの？ミッチ、ミッチ、あいつは無事なんだろ？すまない、間に合わなかったんだ。嘘だ、嘘だ。確かなの？そんな。スコーピオンや他の仲間のこと、間に合わなくて残念だった。みんな最高の奴らだった。どうしてこんなところで。私が止めてれば。俺も止めようとした。あいつはどうせ聞かなかっただろう。そういう奴だ、あの頑固野郎。ここにいるってことはお前も AV を追ってたんだろ。で、何が目的だったんだ？なぜ AV を襲ったの？機体のロゴに気づかなかった？煙を吹いた AV を見てどこに落ちるか予測がついたが、まさかカンタオだったとは。助けがいるかもって思ったよ。ダメでも何か積んでるだろうって。大間違いだったよ。
この AV に乗ってた男に用があるの。何か見てない？何でもいいの。奴らが連れてったよ、俺らの車でな。どこへ？西に向かった。少人数の部隊で護衛してる。本部に連絡しようとしてるのね。連中に EMP を使ったのはお前らなのか？ええ、あんたたちに警告しようとしたけど繋がらなくて。ミッチたちの車を奪ったならタイヤの跡を追えるかも。連中は私が追う。ハナマはミッチとここにいて。私も行くよ。手伝うって約束したろ。それに連中はスコーピオンの仇だ。絶対に許さない。止めようったって無駄だぜ、ビー。行けよ。俺は仲間を呼ぶ。ここは任せろ。念のため私の車を置いてくよ。機銃はたまにジャムるから注意して。私たちはバイクで行く。わかった。当然ながらカンタオも AV を探しに来るだろう。急いだ方がいい。ファナム。何？ソートンを取りに戻ってこいよ。約束する。行こう。時期に奴らの救助隊が来る。行くよ。あまり遠くに行ってないといいけど。すぐに分かる。タイヤの跡がある。追跡しよう。ここを通ったよね。ゆっくり。気づかれたくない。タイヤの跡を追っていこう。急がないと。うちのミッチたちの車だ。調べよう。他には何もなさそうね。くそ、誰もいない。早くヘルマンの居場所を突き止めないと。言ってた通りね。壊れてる。直そうとしたみたいだ。でもオイルポンプがいかれてピストンが音を上げた。
多少は時間をロスしたはず。早く追いつかないと。滑走路に何人か残して、残りはヘルマンと言ったってこと。私でもそうする。仲間を呼ぼうとしてるんだ。援護なしで砂漠を渡るのは無謀だからね。ミッチはアルデカルドスと連絡ついたかな。暗証が強いから大丈夫、きっとすぐに来る。なんで？ん？いつもこうだ。丘を越えて古いガソリンスタンドに使ったみたい。ヘルマンはきっとそこに拘束されてる。
侵入した。ヘルマンは絶対ここにいるはず。敵ながら落ち着いて話がしたいだけよ。よりのばあらさかに私を連れ戻すよう言われたのか。情けねえ野郎だ。今にもちびって逃げ出すんじゃねえか。さっさと黙らせてやれ。嫌いなタイプなのね。そういうお前だって別に好きじゃねえだろ。この野郎、お前をあらさかの資格だと勘違いしてやがってる。嫌いなタイプなの。そういうお前だって別に好きじゃねえだろ。この野郎、お前をあらさかの資格だと勘違いしてやがってな。嫌いなタイプだもんね。そういうお前だって別に好きじゃねえだろ。この野郎、お前をあらさかの資格だと勘違いしてやがってな。悪く思わないで。知らせるはずだった。ええ、すぐに連絡する。いいか、ヘルマンは最高の切り札だ。うまく使って何か引き出せよ。竹村は私を救ってくれたのよ。それはお前を利用できると思ったからだ、このバカ。いいか、あいつは決して味方なんかじゃない。竹村、いいニュースよ。ヘルマンを捕らえた。生きてるのか。何と言ってる。大丈夫、生きてはいる。これからサンセットモーテルに連れてく。ではそちらに行こう。俺が着くまで拘束しておけ。了解。それじゃあまた。ゆっくり話ができる場所に連れて行け。そうね。できたようだな。こいつがヘルマン。ええ。外に運んでバイクに乗せよ。
あんたはここ。ミッチがアルデカルドスを何人か集めてくれたんだ。誰にも捕捉されることなくここまで来れた。だが長居はしたくないな。こいつはどうするの？複雑な話なの。説明すると長くなる。なら今度聞かせて。ソウル、片付いた。制圧完了だ。ミッチを助けてくれたと聞いた。パナムと一緒にな。二人のおかげで死なずに済んだ。例の重要人物だな。ソウル、私はスコーピオンを。何かできることはない？お前はもう何もするな。全部私が悪いの？何も変わってないのね。そうやって背を向けることしかできないのかよ。協力してくれてありがとう。互いに恩を返しただけだ。気をつけて帰るな。何なのよ。ミッチ、会えて嬉しいけど、どうしてここに？ソウルだよ。仲間の遺体を集めた後、経緯を伝えたらすぐに動ける奴を招集してね。そしてここに向かったってわけだ。心配してたのさ、お前とパナムのことを。ソウルが？たとえ関係がギクシャクしてても家族には違いねえ。ソウルは家族のためなら何でもする。でも今の私は家族かどうかも怪しいのに。分かってんだろ。戻ってこいよ。そうか。なんか恥ずかしいところを見せちゃったね。なんというかややこしいことになっててさ。でも心配しないで、私は大丈夫だから。 B も気をつけてね。この後はナイトシティに戻るつもり？うん、まあ多分ね。ひとまず落ち着いていろいろ考えないと。じゃあ行くね。またいつか。やつらだ、増援が来るぞ。ずらかろ。またね。スコーピオンのバイクを頼んだよ。そいつはあんたのもんだ。
起きて。なんだ、どこだ、ここは。ど田舎のモーテルよ。説明になっていない。どうでもいいでしょう。あんたが一人でここを出ることはない。何が目的だ。あんたの発明品アラサカのために作った生体チップについて話がしたい。待て、その前に一つ確認させてくれ。君は頼信の資格じゃないんだな。違う。ということは私と取引したいのか。君のボスがカンタオよりも金を出すなら話をしよう。誰の資格でもない。ただしあんたには協力してもらう。協力？どういうことだ。頭の中にシルバーハンドのコンストラクトが入ってる。このままじゃ私は死ぬしかない。チップを取り除かない限りね。こんなことになるなんて注意書きに書いてなかったんだけど。シルバーハンド、コンストラクト、そんなバカな。チップはどこで手に入れたんだ。頼信荒坂から盗んだ。頼まれてやったんだけど、クライアントが問題あり、ね、それでチップを自分の頭に入れたのか。正気とは思えない。実際悪い考えじゃなかったのよ。頭を打たれたけどチップのおかげで生き返ることができた。ふん、頼信の計画は絶対に失敗すると思っていたが、こんな展開は想定外だ。荒坂の最新技術が民間人の手に渡るとは。いいから早くチップを取り除いて。そう単純な話じゃない。あんたが作ったチップでしょ。何が問題なの。さっきの話が本当なら、君が刺したのは新型のプロトタイプだ。従来のチップと何が違うの。記憶痕跡のタイプが何というか、より主体的、攻撃的とか。特別なのはそのチップであり、シルバーハンドの記憶痕跡ではない。以前のバージョンではあらかじめ保存された記憶痕跡とやり取りするだけだった、希少価値も価格もバカ高かったんでしょ。プロトタイプはそれ以上だ。記憶痕跡を別の生体内で活動させられる。私が荒坂を離れた時、プロジェクトはまだテスト段階だった。そんなすごい技術のモルモットに慣れて光栄ね。で、協力はするの？うん、まずは見させてもらってからだ。わかった。驚いたな。これはまるで、まさかコーポ野郎の世話になるとはな。嘘だろ。なかなかすごいでしょ。きちんと分析できないのが非常に悔やまれ。残念だったな、 V。 モルモットになり損ねたようだぞ。ねえ、取り除き方は。残念だが、君の神経回路は完全に損傷している。もはやこのチップなしでは機能できない。私にできることがあったとしても。出たな、金が必要か。スウェーデンの診療所を紹介することぐらいだ。苦痛を緩和して楽な最後を迎えられるようにしてくれる。私の頭に何が起きてるの。こっちが聞きたい。二つの人格を持つのはどんな感じなんだ。幻聴とはわけが違う。君は自分であると同時にシルバーハンドでもあるんだ。姿が見えるし話すこともできる。話してるわけじゃないがね。言いたいことはわかる。コンストラクトが君の意思決定に影響を与えたこと。いい加減にしろよ。ジョニーは口を挟むだけ。物事を決めるのはあくまで私自身よ。いくらあいつでも私を操るようなことはできない。全くその通り。お前の頑固さは筋が確かに。そう感じるだろう。ただし天秤はいずれ傾く。ゆっくりと、だが確実に。どういう意味。君はいずれ以前では考えられなかったような行動を取り始める。そして
シルバーハンドのことはよく知っているだろう。破滅願望持ちの凶悪なテロリストだ。言いたい放題言いやがって洗脳されるんだよ。だからこそ私は隔離された医療機関での治療を検討すべきだと思う。少なくともジョニーはあんたみたいなコウモリ野郎じゃない彼をかばうのか、それとも今のはジョニーの言葉か。かけてもいい。彼は過去に君の体を乗っ取ろうとしたことがあるはずだ。いいえ。試してみるか。楽しそうだぞ。ジョニー。冗談さ、こいつの口車に乗せられるんじゃねえぞ。そんな話はもういい。もしかして時間稼ぎでもしてるの？それとも自分が何も知らない役立たずだって言いたいわけ？もしそうならこの場で頭を打ち抜いてあげる。時間の無駄だから。やっちまえ。力になろう。私と一緒にカンタオへ来てくれるなら。全く信用できない。むしろ私を出しにカンタオに取り入ろうとしてるとしか思えない。その頭にあるデータの価値を分かっているのか。君を助けられないとしてもそのデータだけは救い出さなくては。この野郎、ついに本音が出やがったな。こいつはお前を利用したいだけだ。カンタオはダメよ。他に考えはないの？私以外に頼れる人物がいるというなら、チップの設計図を渡してやってもいい。プロジェクトの全貌が記載されている。カンタオは大層な額を提示してくれたよ。今手元にあるの？持ってなかったらいよいよ役立たずだな。 B 竹村、どうしてこいつが？彼からもいくつか質問があるそうよ。正直に答えれば助けてくれるかもね。ちょっと待ってて。設計図を。何もないよりマシか。こいつを読み取れる鉄鋼オタクを見つけないとな。私はもう行くから、こいつは好きにして。話をすればきっと分かり合えるはずだ。ふん、だといいがな。 B、 このことは忘れない。しかし熱いな、喉が。いいわ、水も出さない。これを見ろよ。クソ、やれやれ、非常な女だ。だが心配する。これは違う。今すぐ爆撃隊持ってきて。信じらんねえ。言いたいことがあるならはっきり言って。何か思ってることがあるんでしょ。お前がどんな奴なのか、それを知るために俺はずっとお前を観察してきた。初めはただの不運な奴だと思ってたが、しばらく見てるうちにお前の問題が分かったよ。お前はヘイウッドで生まれ育ち、ようやく家から数ブロック先まで足を踏み出した。はした金を追い回す三流の傭兵に落ち着いただけだがな。こんな話をして何になるの？力になろうとしてるだけだ。そんなこと頼んでないし必要ない。いい？もう消えて、うんざりよ。¡Hola!